これはペインターって言っていいのかどうかわからないですけど、まあ、現代美術家としか言いようがない、まだ東京芸大の大学院の学生です、この子は。岸優真君っていうアーティストで、彼はもともと東大で AI の研究をしていた人で、いわゆる美術の文脈からこうアプローチしている人ではないんですね。だからこう支持体自体もこれは金属だったりしますし、この絵柄もこう、もう人工知能にそのこれを植物学者のイメージを何枚も食わせて、それでいわゆるこう AI 同士で議論をさせて、植物学者とはどういうものかっていうのを、それを弾き出した結果これだそうです。だからちょっと人間離れした顔っていうか、エリンギちょっとエリンギっぽいなと思っていて、自分の中にないもの、そういうものを持ってる人はすごく面白いと思うんで、まあ何でもかんでもこう手に入れるっていうと貪欲さはないんですけど、本当にごくたまにです。もう年に数枚程度、自分の経験を増やすためにっていうか、そういう感じで、手に入れたりとかはしますね。